ナスイーロルモルクモスクはイランのシーラーズにあるモスク。ピンク色のタイルが多用されていることからピンクモスク、街のシンボルで床のタイルにも使われているバラの花からローズモスクとも呼ばれる。ガージャール朝の統治者ミルツ・ハサン・アリの命令によって1876年から1888年にかけて建てられた。現在も ナシルオルモールク寄付財団による管理の下で使用されている。モスク内には12人のイマームにちなんで6本ずつ2列の12本の螺旋状の石柱が設けられている。このモスクにはファサードにも色付きガラスが使用されていながら、ポンジカーセという伝統要素も見ることができる。早朝のステンドグラスに朝日が差し込む光景が見どころとされている。 スタニングモスクイーニーランビカムズ、A マグニフィセントカレードスコープウェンザーサンライジズ、D ミルクトマガジンハット、南部シーラーズナスイーロルモールクモスク、パーストゥデイ、イリブワールドサービス、2021年3月13日、閲覧、世界の絶景協会寺院 95P、ありがとうございます。